どうも、きみまろです。今日はこちらのデスクのセッティングの続きをやっていこうと思います。前回こちらのデスクと、あとこのね、ウルトラワイドモニター、そしてそれをつなぐね、モニターアーム、このね、セッティングまで終わったんですけど、もうさすがにね、疲れてそこで力尽きてしまったので、今日はそれ以外の周辺機器のセッティングっていうのをしていこうと思います。このモニター、昨日少し使ってみたんですけど、やっぱりね、この広さ、動画編集がめちゃめちゃはかどります。LG の34インチのウルトラワイドモニターにしたんですけども、横幅は 81.4 センチあるんですけども、こういう風にね、曲面になってるので、画面の中心に座れば、自分を囲い込んでくれるようにしてくれるので、首を動かして画面の隅々を見ようとしなくても、隅々まですごいね、見やすいです。今こうやって、モニターに MacBook Pro 13インチをつないで作業してるんですけど、このように作業すると、この MacBook の画面が、モニターに被ってしまって、この辺りとかね、見えないんですよね。で、これをこういう風に横に置いて作業してもいいんですけども、やっぱりね、体をひねって作業しなければいけないので、ちょっとしんどいんですよね。なので MacBook Pro 13インチを閉じてクラムシェルモードっていうので使っていきます。でクラムシェルモードっていうのは MacBook の画面を閉じてもモニターには MacBook の画面を表示させられる機能です。今もねこのように画面がちゃんとついてるんですけども、このクラムシェルモードを使って作業していこうと思います。でこちらの MacBook Pro をクラムシェルモードで使っていきたいので、このサテチのハブでつないでいきます。MacBook Pro をクラムシェルモードで使うには MacBook Pro に給電しながら HDMI でモニターにつなぐ必要があるんですが、このサテチのハブはここに HDMI の端子があって、でここに USB-C の端子があるので、この USB-C の端子に給電コードを挿して、それで HDMI の端子にHDMI のコードをこのように挿してあげると、このハブについている USB-C の端子を MacBook に挿せば給電しながら HDMI で外部モニターに出力することが1本でできてしまいます。ここにね、つなぐだけで給電がされていって HDMI モニターにつながっているので、このように MacBook Pro を閉じていてもワイドモニターの方には MacBook Pro の画面がちゃんと映し出されます。ちなみにこのサテチのハブはここに SD カードとマイクロ SD カードのスロットがついていて、あとここには USB-A のポートが2つついてますね。こんな感じになってます。あと今回デスクを導入した目的っていうのは、会社の仕事をリモートワークでやることが多くなってきたので、会社の PC も家で使えるようにするっていうのもこのデスク環境を整えた理由だったりするんですけど、会社の PC はこのレッツノートなんですよね。でレッツノートは HDMI 端子で出力する形になってるので、これを使うときはもうクラムシェルモードではなくて、この HDMI 端子を抜いて、でレッツノートに接続して、それでワイドモニターにつなげて使います。で MacBook の話に戻りますが、 MacBook はモニターを閉じてこのようにクラムシェルモードで使うので、せっかくクラムシェルモードにしてこの画面を閉じた状態で使っていいのに、ちょっとここに置いとくとね、ちょっとスペースがもったいないなということで、こういったタブレットスタンドをね購入しました。これはね2台挟めるやつなんですけど、これを置いてここにこういう風に立てかけてしまう。でこう立てかけてしまえば、もうここのスペースが全部空くので小スペースになってデスクもねすっきりします。ただ今こういう風に MacBook を閉じてしまっているので、キーボードもトラックパッドも使うことができません。なのでこういった外付けのキーボードと、あとはマウス、これを Bluetooth でつなげていこうと思います。キーボードはこちらのサテチのコンパクトバックライトキーボードっていうのを購入しました。であとマウスはロジクールの MX マスター3ですね。これを購入しました。開封していきます。質感すごいいいですね。なんかここが多分アルミみたいな感じになっていて、ちょっとマット加工の。でキーボードはちょっとこういうね丸みがある感じだけども、うん、押しやすいんじゃないかな。 Amazon で買ったんで押した感じとかね確かめられないまま買ったんですけど、良さそうですね。これ天キー付きなんですけども、 Apple 純正の天キー付きのマジックキーボードよりも横幅はねコンパクトで、よりデスクをスッキリさせられそうなのでね、これを選びました。であとマウスはロジクールの MX マスター3ですね。これも開けてみます。うわ、かっこいい。でこのマウスすごい良くて、
この左クリック右クリック、これはもちろんあるんですけど、ここもボタンになっていて、あとここもここも、あとねここもねボタンになってるんですよ。あとホイールもここにあるのと、あと横にもホイールがついてるんですね。でこのボタンとかホイールそれぞれにショートカットキーとかアクションをね割り当てることができるらしいので、仕事とか動画編集の効率がめちゃめちゃ上がるんじゃないかなと思ってこの MX Master 3にしました。どちらの色もスペースグレーなので、僕の持ってる MacBook Pro もスペースグレーなので、ここのね統一感も出てねいい感じですね。はい、今このクラムシェルモードで使ってる MacBook Pro とこのサテチのキーボードとあとロジクールのマウス、これを全部 Bluetooth でペアリングしました。使った感じマウスもキーボードも遅延とかも全然ないので、すごいねスムーズに作業できますね。もともとこの辺を遮ってしまっていた MacBook Pro のモニターも畳んでここにありますし、キーボードもコンパクトなんで、この辺りのねスペースがすごい広々して快適になりましたね。基本的には家で仕事したり動画編集するときはこのセッティングでやっていこうと思います。あと動画編集する上ではこのマウスも非常にパワフルなんですけど、これ以上にすごい使えそうなデバイスをブレインマジックさんから提供いただいたので、ちょっとこちらも紹介します。こちらのオービタル2っていうジョイスティック型のデバイスなんですが、ちょっと開けてみますね。こういったデバイスです。このオービタル2はこういったジョイスティック型のデバイスなんですけども、こういう風に倒したりとか回転させたりとか、あとここもこうくる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 回したりとか、あとこう押したりとかもできます。でこれそれぞれにキーボードのショートカットとか、あとねマウスのアクションとかも割り当てられるん で動画編集するときってタイムラインを前後にスクロールさせてクリップをカットしたりつなげたりとかするんですけど、そういった作業がしやすくなりそうです。しかもマクロを組んでキーに割り当てられるらしいんで、複数のアクションをキーに割り当てたらもうワンクリックで一気に実行してくれるってことができるようです。カットして消して詰めてとかね、なんかいくつかの複合的な作業っていうのを繰り返していくことが多いので、マクロを組めるとそれがワンクリックでできるんで、それもね動画編集するときはねすごい効率的になってくるんじゃないかなと思います。なので動画編集ではこちらを中心にね使っていきたいなと思ってます。あと MacBook をクラムシェルモードにしていても MacBook のスピーカーから音は出てくるんですけども、外の音をシャットダウンしてモニターしたい時もあるので、ノイズキャンセリング機能のある AirPods Pro を Bluetooth 接続して聞こうと思ってます。なので手の届くところに AirPods Pro も置いときます。これめちゃめちゃ可愛くないですか。この iPod シャッフル型のカバーはシュピゲンのもので、こんな感じでシリコンカバーなんですけど、iPod シャッフルの形をしています。でデスクの上に充電器も置いときたいので、同じくシュピゲンのこちらの Qi 充電器、これもデスクに置いとこうと思います。まあ、こんな感じですかね。だいぶすっきりまとまりました。あとはこのケーブル類かな、ちょっとねごちゃごちゃしてきてしまったんで、全部まとめてデスクの裏にしまおうと思います。鉄のバーを今つけたん でそこにねこのマグネティックフックっていうフックがついた磁石なんだけど、ここがすごい強力な磁石なんで、これをさっきの鉄のバーとデスクのフレームにつけて、そこにこの100均で買ったカゴ、これを引っ掛けて、でこの中にコードをまとめてデスクの裏にぶら下げようと思います。これでこの中にしまえる。
はい、散らかっていたコード類をね全部このカゴの中にまとめました。すごいスッキリした。はい、こんな感じで足元のコードを全部まとめました。足元にはねコードが一本もないのですごいスッキリしてます。あとは椅子かな。あと椅子は今迷っていて、一日のうちでね結構長く座ることになると思うし、長く使っていけるものにしたいなって考えるとある程度いい椅子にしなきゃいけないかなと思っていて、人気のハーマンミラーとかエルゴヒューマンとかそのあたりをね実際に店舗に行って座って試してみたいなとか思ってるんですけど、あと椅子ってどんなのがいいんですかね。もし皆さんおすすめの椅子とかあったらぜひねコメントの方で教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。新しい椅子を買うまではこのこちらのイームズのリプロダクトチェアを使っていこうかと思います。ただこれこたつがここのところをねもうガチガチかじっちゃったんで、ちょっとここのところをねとりあえず塗装だけでも修復しとこうかなと思います。とりあえずこんな感じですかね。綺麗にしました。はい、デスク環境が出来上がりました。すっきりしつつも充実したデスク環境になったんじゃないですかね。しばらくこの環境で仕事とか動画編集をしてみて、まあ、配置とかは使いながら微調整していこうかなと思います。この動画はこういったセッティングをするところまでなので、この環境で作業してみての感想とかレビューなどそういうのは後日またデスクツアーの動画で紹介しようと思ってますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。はい、そういうわけでデスクのセッティングを前半後半に分けてお送りいたしました。この動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。もうちょっとしたらデスクツアー動画公開いたしますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。